10種11杯ですかね。いや、かなり強いですけどね。どうでしょうか。さあ、いいピン積もりまして、はい。まあ、あ、まあ、ピン引けばね。まあ、ピン引けば、まあ、13面なんですけど、まだ、あいちゃんぽい。あ、毎回これ来てくれ。毎回これ来てくれたらもう最高なんやけどね。あ、もうそんなんもう早すぎてわからないんですよね。揃ってますね。はい。もうね、ください。あ、このハイパイをくださいって感じなんですけども、さあ、なんつもりまして、そうでしょうか。まあ、ペイがね、泣けないんでね。ペイ泣けないんで、ペイ引いた。ペイ引きました。あ、ペイ行きまして、さあ、トマ、さあ、シャーで、ね、シャー、さあ、先に切れましたね。シャー、先に切れてるんで大丈夫、助かっているというわけでね。さあ、どうでしょう、シャー、あと3本で、ね、その本でどうでしょうか。シャーがどうでしょう、シャーがどっちに行く、シャーが、あーだ。あー、ちょっとキラーパスが飛んできた。いや、これでも時空整えたパターンですかね。あのウーソーポンしないと積もってますからね。ぼちぼちでいいかなーっていう感じですね。まあ、リーチは打てそう。まあで、まあワンチャンね、まあワンチャン染まるかなってところではありますけど、まあ言うても大戦なんでね、まあさすがにそんな無理はしないとは思いますよ。さあ3品つもぎりましたね。3品つもぎりました。3品普通にまあまあ使えそうではありましたが、つもぎりました。まあこれでいい感じですね。まあ一応いいシャンテン。はい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 。まあまあね、まあぼちぼち。どうでしょうか。さあ数品、ああ、これ3品裏見ましたね。3品を持っていたら、まあここで転敗だったんですけれども、といったところでね。で、まあ一応さ、トイメンはなんか国士やってますかね。いや、そう、ん、なんだあれ。さあ、ああ、3品引きました。引いてさ、さあなんかリカバリーできましたね。チュン短期で。現状、リーチ、ドラ、リーチ、ドラ、ドラ、リーチ、ドラ、ドラ、ん、あはん。あ、んこれ間違えたか、あれ、リーチ、ドラ、ドラ、いや、でも神茶結構強いですね。神茶がいいシャンテンでかなり3アンコウとか数アンコウ目の感じではある。おー、リーチ、ドラドラ、あとそのポンで、そのポンで時空が、そのポンで時空が、さあ、じゃあ、転敗しまして、さあ、さあ、歪んだ、歪んだよ、歪んだ、あーだ、あー、歪んだ、完全に歪んだ。え、でも今漫画やからね。でも今漫画やから、さすが、あー、裏勝ちー。あー、もう歪みまくりましたね、これはもう。はい、金のまあ、どうしてもやっぱりね、天候地方ってね、尺がないんですよね。もうちょっと長くね、してほしいところではあるんですけどね。はい、赤地の戦というわけで、はい、この手から交換しまして、あい、なてん。まずこれなんなんっていう。まずこれなんなんって感じなんですけど、まあ一応説明しておくと、これあの、ソーズ、ソーズ、マンズ、ピンズってか、ここに書いてると思うんですけど、あの、これ書いてるやつでは上がれないんですよね。上がれないというか、これは持てないんですよ。自分で、その、手配の構成として使えないんですよね。だから最初から一色削って戦うんですけど、でね、まあそうですね、詳しくは、概要欄を見てください。詳しくは概要欄にある動画を見てくださいって感じなんですけど、今、勘したので、点数もらえます。はい。はい、今、大民勘したので、点数がもらえます。はい。これ、絶対わからんよね。はいってなってる。はい、大民勘したら点数がもらえる。はい、いやー、これ説明すんのむずいのよ、これ。あ、だから多分この動画の概要欄にね、おそらくルール説明のね、動画貼ってるんで、まあそれ見てください。はい。さあ、感謝しまして、さあ、これは果敢なんで、みんなから先手もらいますね。はい。はい、みんなから先手もらって、さあ、アイテムバイ。さあ、これはね、何やったっけな、これ役忘れたわ。もうなんか何やったっけね、これなんかね、そう、役名もね、違うんですよ。役名もその、鎮逸あったんやったっけな。これ、鎮逸やったっけ。いや、トイトイ読み、やばっぽね。いや、これ何やったっけな、なんかあるんですけどね、役の名前。なんか忘れたわ。さあ、感じまして、さあ、2000点もらいまして、からの、あ、鎮逸あったね。あ、鎮逸あったか。そう、だから、これは、今まで、鎮逸じゃ、あ、だ、さあ、感じまして、さあ、感じまして、2000点もらいましての、さあ、どうでしょうか。今で三貫通あります。あ、でも三貫通とかないからね、確か。確か、役に三貫通、あ、だ、さあ、これで、さあ、まあ、リンシャン、リンシャン解放ですね。
さあ、これで、スーカンズなんですけど、はい、はい、珍獣八羅漢臨山解放。はい、というわけで、この手から、はい、交換しまして、はい、チェンファイ。ちなみにね、ちなみに CPU 対人類ね、CPU3 対人類1、人類カメラ、あ、ちゃい。はい、人類の負け。うん、まあ、ダメなんですよね、やっぱりね。はい、赤血の戦というわけで、この手から交換しまして、はい、脳天。というわけで、まずはね、まあ、まずは脳天スタートなんですけれども、あー、まあこっちそうですね、まあソーズがちょっと多いかなーっていうところですね。うん、まあ、ちなみにこれあのね、役なしでも上がれるんですよね、実はね。そう、あの役なしっていう役があるんでね、だからまあ積極的にポンとかしていって、もう上がるっていうね、そういうのが結構主流かなっていうところではあるんですけど、さあだいぶ染まってきましたね。うん、まあ、正直ね、その赤っちあんまよくわからないから、何を言ったらいいかわからないんですけど。あ、何を言ったらいいかわからないんですけど、とりあえずトイメンはテンパイしましたね。うん、だからあれトイメン役ないじゃないですか、あれトイメン役ないから、いや、あれリャンウアン出てもあれ上がれないやんって思うかもしれないんですけど、あれ上がれるんですよね。うん、ああそう、これで、ね、まあなんかね、かすったなって、これ先天ですね。はい、役なし、まあそう、役なしっていう役で先天です。で、これ、修羅システムやからね。修羅の戦システムやから。修羅システムで、これ、最後の一人になるまで、続行するっていうやつですね。で、こっちが、まあまあまあ、こっちが、まあ一応、テンパイはしてたけれども、まあ壊しましたね。うん、メンツ壊して、まあ染めに行くっていう感じですね。で、あちらがチーンツいってますね。神茶チーンツで、こっちもチーンツで、下茶は、まあちょっと流そうかなって感じですね。うん、下茶は役なしなんですけど、まあ役なしで上がろうという感じですね。うん、さあ、冠したんで、まあまずもらいますね。はい、でも、トイメンは抜けてるんで、トイメンは今さっき上がって抜けたので、トイメンは払わなくていい。さあ、で、3-1テンパイ。はい、で、こちらがそうですね。まあ結構そうですね。まあ、いっぱいありますけれど、どうでしょうかというところでね。まあ、ちなみに言っておくと、すごく形が気持ち悪くなります。あ、まあ、ちなみに言っておくとね。まあ、というわけで、まあ、カミちゃん入らないですね。うん、カミちゃんあんまり入らない。さあ、じゃあ、テンパイ？さあ、テンパイしまして、さあ、なんか、よくわからないですね。あ、なんかよくわからないけど、光って、さあ、あちらが6級ピンになりまして、さあ、どうしよう。さあ、リャンソー、あ、ださあ、これ、リュウインソーだ。いや、キモい。パーソーロンチョンボですかね。実は4枚使いがあるんでね。4枚使いチートイツなんですよね。そう、これチートイ扱いなんですよ。チートイ留意層。